まずこいつがですね CB750 オア K0 というね、見てください、これオイルがちょっと滲んで、ああ汚れちゃったと思うんじゃなくて、綺麗にするチャンスだなと思っていただいてはい、ざっす。今回は、はい、菊池さんが、はい、普段やってるメンテナンス、はい、ちょっとお見せしていただけたらなと、はい、思ってるんですが。わかりました。もう本当に僕、汚れたら綺麗にするっていうだけの話でいつもやってるんですけど、ちょっと今回あのこいつ、CB750 4A0、もう一番僕が大事に乗ってるバイクなんですけど、ちょっと実はこの大事に乗ってるバイク一回ぶっ倒しちゃったんですよ、この間。もう本当それはもうボンミスで、坂道だったんですけど、すごい急な下り坂で峠道だったんですよね。峠道ってずっと下り坂なんで、あんまり急坂じゃないみたいな気持ちになっちゃうじゃないですか。で途中で自分のバイクをサイドスタンドかけて止めて、予想以上の急坂で、自分のイメージそうでもない平らだったのに、だからゆっくりこう倒れちゃったんですよ。それでここね、ちょっと見てほしいんですけど、ここね、もう逆に言うと他がよく平気だったなっていうぐらい助かってたんですけど、ここ、これ見えるかな。本当だ、見てください、これオイルがちょっと滲んで来てるんですよ。本当だ。だからちょっとここがひび入っちゃってるんで、まあ、こいつを取り替えるか、まあ、ちょっとこいつをこのパテみたいなね、もので一回応急処置でやんなきゃなと思ってるんですけど、にしてもエンジンの中のオイルを一回抜かなきゃいけないんで、ちょうどオイル交換もしたいなと思ってたんで、今日はちょっとオイル抜いて、ちょっとその辺周りきれいにしてみたいなことをしようかなと思ってます。これはね、うわ、ここなんですよ。ちょうど倒れた時にこうなんかこう縁石みたいなところがね、当たっちゃって、またよりによってそんなのがこうやっちゃいました。これエンジンガードとかねつけてる人だったら平気だったんでしょうけどね。ね、あの教習所のバイクみたいな、はいはい、ガッチガチのね。まあでもこれぐらい貴重なエンジンだったらつけとくべきだったのかもしれないですけどね。これはちょっと悲しいね。いや本当に倒れた時は本当顔面蒼白になりましたけどでも本当に逆に言うと、ここ以外はちょうどなんか土とか草が生えてるところだったんで、こういうところめり込んだんですけど、一つも曲がらずめちゃくちゃ助かったんですよ。だからうわ助かったと思って走ってって家帰ってきたら、あれ助かってなかったぞこれっつって傷ついただけだと思ったらね、ちょっとお前にじんでるんですよ。はい、なのでちょっと早急にいろいろやんなきゃいけないと思って、一回今日はオイルを抜きつつ綺麗にしようかなと思います。でその時のね、こんな時のためにはこういうオイル、オイルを染み込ませてそのまま捨てられるオイルパックみたいなのがあるんですよね。はい、はい、なので不要なオイルをねここでっていうやつがありますので、ちょっとこいつでオイル抜いていこうかなと思います。こっち分かりやすいのこれ出しちゃおう。出してこういうのがあるのでこれに入れてやりましょう。そういうのが、はい、気軽にこういう家でできる場所があるのが、はいはい、確かにそうっすね。すごくいいよね。なかなかその都内とかで住んでて、ね、バイクとかはギリギリ置けても、ね、こういうスペースないから、メンテナンスするほどのスペースは、ね、なかったりしますから、ね、みんなが置いてるところでこんな広げるわけじゃないそうっすね。そうなんですよ。そこはねちょっとガレージのあるお家は、これちょっとここに置いて、ね、これ見えないと思うんだけどね、ここにあるんですよね、そのオイル抜くドレーンボルトっていうのがここにあるんですよ。まあ、これ一回動かして、これね、これを取るとここからオイルが抜けてきますので、ちょっと取ってみますね。ちょっとここからね、ちょっとやりましょう。こういうのってさ、はい、バイク自体はさ、はい、すごく古いじゃない。はい、はい、このメンテナンスするときに何かこう昔のそういうのとか見てやってるって、はい、ああいやもうでもやりにくいとか、なんかここなんでぶつかんだよみたいなのあるんですけど、基本は今のバイクと一緒だと思います。なんかあるものをやんなきゃいけないこととかはちょいめんどくさいからぐらいで、基本的には一緒なんじゃないかな。こういうのが一個あると
相当楽ですね。17番かな、まあ、17番ですね。これメンテナンスするときに今ちょっと素手で始めちゃいましたけど、基本こういうのを使ってやってるんですよ。このなんていうんですかね、こういうの売ってるんですよ。ニトリル使い切り手袋みたいな。これ一個しとくだけで油汚れだいぶ防げるんで、だから俺はこれ使ってますよく。はい、これをねもう手術するかのごとくこれ使ってやると、いやこれなんですよ、手汚れない、菊池手汚れない、これでこういうのがあるけど、あそうですね、確かにこっちもね大事ですよね、本当にね、ありがたいスペースですよ。ね、ちょっと見ちゃってみますかね。あんまりねこれね、これ本当に自分でやる方注意してほしいのが、まあ、バイク乗りの人からしたらあるあるなんで、これ下向いてるんで、なんかあれどっち回したらいいのかなっておかしくなっちゃうんですよ。これを回す感覚が、だから下向いてたらこっちだなと思って思いっきり開けようとして閉めてボルトがねじ切れるってよくあるんですよ。これ本当に気をつけてください。これ大丈夫だ、こっちでいいんだはい、これ来ましたね。なんか閉めちゃってるみたいな感覚になったりするんですけど、これ一気にオイル出てきますんで、いきますね。はい、これ来た。はい、これがねオイル交換のまあ言ったベタな、ね、はい、すごいこういうことなんですよね。でまずねオイルをグーッと出し切んないといけないっていう、古いオイルがねやっぱり黒いですね、黒くなってます。これは元々この色じゃないですか。はい、まあでも基本的にすぐ乗れば黒くはなっちゃうんだけど、やっぱりまあ汚れて、特に古いバイクなんでオイルは血液みたいなもんですから。これ古い旧車のバイクですけど、はいはい、オイル自体は今売ってるようなオイルとかで全然いけるんですか。なんか一応多分いけるとも言われてるんですけど、僕はなんかどっちかっていうと鉱物油みたいな言われてる、はい、あんまりハイクオリティだとサラサラすぎて、これ隙間がオイルちょっと染み出してきちゃったりするんですよね、うんうんうん、性能良すぎて。だからちょっと古めの鉱物系と言われているオイルとかを入れてます。はい、それはどこに売って、それ結構普通手に入るの。はい、普通には売ってますね。はい、売ってて、まあだからオイルはだからなかなかいいのを入れてあげた方がいいみたいですよ、いろいろ聞く話では。安いオイルでオイル交換回数やればいいとかの話もありますけど、まあ結局走ってる時オイルエンジンなんか回ってますから、やっぱいいもの入れてあげた方がいいらしいですね。あんまりやっぱオイル入ってなかったな、あんまり。っていうかこれが面倒なのが、このバイクはここからオイル抜くだけで終わりじゃないっていう。あ、こっちにも。そうなんですよね、こっち側からもオイル抜かなきゃいけないんで、ちょっと面倒くさいんです。そうですね、そのバイクの大きさにしてオイル少ないかと。そうなんですよ、これここから、まあ、これでねオイル、まあ、車とかでもよくあるこう入れてちゃんと入ってるからみたいなやるやつなんですけど、これがですね、かっこいいんですか、これがこれがね、今こういうのないですからね。あ、そっか、まあ、車ではね、ありますけど。これがこのサイドカバーをそうやって外れる、外すんですよ。おー、すごい、はい、これまあ、簡単に外れるもんなんですけど。そうなんだ。そうすると、ここなんですよ。ここにもオイルが、ボルトが、はい、このオイルタンクがなぜか上からこう下にこう持ってってるんで、こいつも入れ替えてやんないといけないんですよ。こういう時にね、ついでに綺麗にしつつなんですけどね、僕の場合はね。だから、はい、言い方悪いけど、はい、その無駄な構造だよね。ね、手間のかかるね。だからなくなっていっちゃうんだよ、はい、ね。違う形になって。本当にそうなんですよ。でもこれがかっこいいよね。はい、これだから、これやる時にちょっとあれ、ちゃんとあれしなきゃいけないんですけど、ここに
なんかこう俺クリアファイルとかを使ってやるんですけど、そうなんですよ、下に落ちちゃったらこっちベロベロになっちゃうんで、だからこれ本当手羽のかかるバイクなんですよ。ちょっとこれなんか普通に取ろうと思ったら絶対かかっちゃう。こういうので、あ、こうしてこっちに落とすみたいな。こんなことをやんなきゃいけないバイク今時ないですよ、本当。 いいね、マジで意味わかんないですよね、なんでこんなことやんなきゃいけない。だから本当はいろんなやり方ね、実際あると思うんですよね。これで大丈夫かな。でこっちからもう抜くんですけど、こっちからもずっと抜いたままなんで、こっちもまだポタポタ来るんで、出てんな、まだまだオイルが。ちょっとこの辺ちぎって使うか。よいしょ、こういう感じにしておきます。なるほど、はい。こんなことする必要ないんですよ、普通のバイクはね。でも私のバイクはこうしなきゃいけないっていうね。よいしょ、到着すると油だらけになりますから、本当に手間のかかる、こういうことやんなくてね、いいのが新車ですから。新車のノーマルはこんなことやる必要ございませんので、見てる人で何参考にもならない。そうですね、あ、なるほど、こうやればいいんだとか思う人いないですね。乗ってる人は少ないですもんね。圧倒的に誰も乗ってないんで、ちょっとじゃあこっちもね、そんなには出てこないかな。はい、行きますよ。はい、来た。うわ、なんで2箇所からオイル抜かなきゃいけないんだっていうね、ややこしい。で、これでもオイル自体は何リッターぐらい？これがまたそのオイルエレメントって、あの、まあちょっとこうゴミ入んないように、そのエレメントから変えると3リットル確か必要で、そこに、このここにこのオイルエレメントっていうゴミを、まあ、不純物取ってくれる、まあ、フィルターみたいなのが入ってるんですけど、まあ、2回に1回とか、まあ、何回かに1回フィルターは取り替えてみたいな推奨されてますけど、まあ、もうお金あれば毎回やっていいんですけど、僕なんか前回オイル交換した時にそれは取り替えてるんで、今回はそっちは外さないでいいかなって思ってやってるんで、まあそれ差し引くとデータを見ると 2.8 リットルみたいな感じだったと思います。こういうのはもう本当調べるとね出てくるんで、いい時代ですわ。オイル交換 2.8 リットルとかって多いんですか？ね、そんなに多くないと思う。あの Z 系川崎のバイクの方とかがもっと多い、 3. いくつとかも4リットルとか入ったりするのもあるんで、だホンダはもしかするとエンジン内とかもコンパクトにするとか、そうするとオイル量も自然と少なくて済むっていうのもあるんで、もしかしたらそういうところのね技術争いもあったのかもしれないですけど、あ、それはあるかもしれないですね。ね、そうですよね、確かに少ないですね、ホンダ少ないですよ、はい、少なくて済ませてるんで、この感じで本当しばらくこうオイルってもういくらでも下がってくるんで、ちょっとこのまま待ちます。その間にいろいろきれいにしたりしてるというだけの話です、僕のメンテナンスっていうのは。キャピカの方がいいもんね。そうなんですよ、だから走りとかまあみんなで行ってちょっと途中雨降ったりとかすると、うわーってやっぱなるんですけど、そう、 うわーなんだ雨降ってきてくそーって思う反面、これ心のどっかで、あ、もうこうなったからには綺麗にしようっていう、はい、汚れた道とか雨の日とか乗った時はもう洗車をするというか綺麗に磨くタイミングだと俺思ってますんで、はい、なので皆さんもね、あの汚いとこ走ってしまったり雨の日乗ってしまった時は、ああ汚れちゃったと思うんじゃなくて綺麗にするチャンスだなと思っていただいて、はい、すぐ磨くと。そうです、すぐ磨く、これなんですよ、もう本当掃除も片付けも一緒ですわ、すぐやっとけば汚くならないんで、
大変です。バイクにお金がねかかるんで、頑張って仕事します。はい。とりあえずこんな感じで休みの日とかはバイクちょこちょこいじっております。そんな生活でした。ありがとうございました。ありがとうございます。